周りのプレイヤー、お、あっちにいるみたいだ。早速見に行ってみようぜ。お、お前だったのか。どうなさいましたか。ご用件は何でしょう。アイラたち、七星召喚の正式なプレイヤーになるために3人のプレイヤーに勝たなきゃいけなくってな。で、視点の箱がお前を見つけたんだ。なるほど。でも僕は今見張り中なので。威勢がいいですね。確かにプレイヤーである僕はこのような決闘の誘いは断れません。仕方ありません。それでは七星召喚で決闘しましょう。用意はとっくにできてるぜ。これ。行こうか。
まさか負けるとは。あなたたち本当に七星召喚の初心者ですか？こんなに強いとは思いませんでした。今度時間があったらまたやりましょう。ただやはり見張りの仕事が終わってからにしていただけると。やった、これで2回勝利したぜ。早くキャッチテイルに戻ろう。でもリトルプリンスが招待した相手って一体誰だろうな。彼女にはプレイヤーの才能があると予想していたが、まさかこんなに早く酒場に戻ってくるとは。我が招待したプレイヤーに勝てば正式なプレイヤーになれる。どんな対戦になるか楽しみだ。リトルプリンス様はもちろん、僕も非常に楽しみだ。さあ、招待したプレイヤーはもう部屋で待ってる。相手が誰だろうとこいつは負けないぞ。そうだろ、旅人。よろしい。運命の晩星が勝利を宣誓したことで私の心も震えたわ。尊き殺せよ、決闘の心に縛られし囚人、なんとふさわしいのかしら。偉大なる勇気ある挑戦者よ、前へ出なさい。この公女が越権の間に入ることを許そう。さあ耳を傾けるがいい。歪んだ時計が鐘を響かせ、輝きを失った天候が遥か彼方へと去ってゆくわ。率直に申し上げますと、そこまで待っておりません。お嬢様、忍耐力を鍛える必要がありそうですね。あれ、この声は。相手は待ちくたびれているようだ。早く行くがよいとリトルプリンス様はおっしゃっている。さあ、七星召喚の決闘を堪能するといい。旅人の実力も初心者のものではないが、フィッシュルさんの方が一枚上手そうだ。おや、リトルプリンス様はそう思うのかい？僕は旅人の方に賞賛があると思うけど。召喚はその名の通り、この世の七星の名をもって勇者に栄光の冠を奪取するよう命じる至高の秘儀。一歩間違えれば未来永劫取り返しのつかなくなるような複雑な工程もあるわ。故に慎重に取り組まなければならない。大元無神羅万象狂気断罪眼を持ち、三千世界と千番の戦場を遍歴したこの公女ほど越権の間にふさわしい人物はいないはずよ。そうなのか。はい、お嬢様は多くの方々が七星召喚をプレイするところを見てルールを熟知しております。初心者同士の決闘ならルールを熟知している人が相手を務めた方がいいでしょう。それもそうだな。そっか、そういえばリトルプリンスは実力にふさわしい相手って言ってたよな。つまりフィッシュルも七星召喚の初心者なわけだ。ふん、この公女が一目見れば人が作りし法則の本質を見抜くことなどたやすいわ。故に瞬きの間に聖雷の姿でこの秘密を隠した扉の前に立つことができた。お嬢様も2回勝利しています。あと一歩で正式なプレイヤーになれるのです。それじゃあこの対戦は旅人かフィッシュル、勝
方が正式なプレイヤーになれるってことか。いかにも。この公女は運命の召喚に応じ、雄野浄土よりこの地に降臨した。それなのにあなたたちはまだその結果を疑うというの？なんとも愚か極まりないわね。お嬢様、大口を叩きすぎると負けた時みっともないだけかと。負けたりしないわ。いかがかしら、異邦の旅人。運命の弦に触れ、幽水のレクイエムを奏でるこの断罪の工場を敵に回す覚悟はできたかしら。それではお手並み拝見ね。面白いものを探しに行こう。行こうか。またか。
私は。これは勝利を手にするためのちょっとした必要な犠牲よ。慣れるように。吸引テスト開始。7号式モジュール。
こいつはどうだ。ケン活目せよ。これがこの公女に逆らった結果よ。面白いものを探しに行こう。こいつはどうだ。これ。たまない。そんなオズ、そのイカズチをくわえしくちばしで障害を一掃なさい。お嬢様、旅人を直接攻撃するのはどうかと。安全距離確認。想定内の不運だ。なんということまさか近頃邪竜の瘴気を受けたせいで因果の糸が私の目に暗く映ったのかしら。旅人、これもあなたの計算のうちなの。見事な策略、素晴らしい対戦でした。おめでとう。これで3回勝ったし、晴れて正式なプレイヤーになれるね。やったぞ。あれ、そういえばスクロース、どうしてお前も酒場に戻ってきてるんだ。あ、もしかして。うん、私も2回勝ったんだ。
それで酒場に戻ってきたら、あなたたちが最後の決闘を行ってるって聞いて見に来たの。そっか、スクロースも2回勝てたんだな。よかったぜ。ふん、さすが旅人、宿命の晩成ね。あなたが優秀なプレイヤーであることを認めざるを得ないわ。下級の戦場を勝ち抜いた輝かしい栄誉を称えるため、私の化身をあなたに授けましょう。この化身を刺激し、運命のコロッセオで茨の道を切り開くことを許すわ。お嬢様はあなたたちにお嬢様のキャラカードをプレゼントすると言っています。おお、フィッシュルのキャラカードだ。気にしないで、素晴らしき決闘の勝者にはそれにふさわしい報奨が与えられるべきだもの。そうだ、フィッシュルさん、私もついさっき2回勝利したばかりの初心者プレイヤーなんだけど、決闘に誘ってもいいかな？ええ、喜んで。七星召喚の秘技で決闘しましょう。そうだ、ここに来るときリトルプリンスとジョインさんが、あなたが正式なプレイヤーになったら渡すものがあるって言ってたよ。そんなカードあるわけないだろう。オイラたちが正式なプレイヤーになったからきっと報酬がもらえるんだ。早く受け取りに行こうぜ。雷サイコロを3個消費し、我がしもべを召喚する。いでよ永遠の眷属、オズバルド・ラフナビネス。お嬢様、私でしたらここに。だから七星召喚のオズよ。なら私は根源肖像論を使用して大型風霊を召喚する。風以外の元素が付着した場合ダメージがアップするから。なるほど。だがこの工場、そのような攻撃で動揺など。ほう、最終的に勝ったのは君か。僕の予測通りだな。おめでとう。これで君たちは協会が認定した正式なプレイヤーだ。ご苦労だった。今から正式プレイヤーについて説明しよう。正式プレイヤーになった後、最初に渡されるのがプレイヤーハンドブックだ。プレイヤーハンドブックには立派なプレイヤーになるための段取りが書いてある。必ず隅々まで確認してくれ。それからキャッツテイルで七星召喚の関連商品を購入する権利も解放された。これは正式プレイヤーとしての第一歩だ。また友達と対戦したいのなら、招待用の掲示板で招待状を送り、対戦したい相手を酒場に招待するといい。そう、カウンター席の横にあるあの掲示板だ。うまく活用することで友達と一緒に七星召喚をプレイできる。基本の説明は以上だ。もしわからないことがあったら聞きに来てくれ。うん、もちろんだ。ああ、すまない、翻訳するのを忘れてしまった。リトルプリンス様はこうおっしゃった。七星召喚を楽しんでくれって。